それでは今日の葉をと葉は「ピリピリへの手紙」ですね「新約聖書」の362ページ2章の27節から皆さんとともに読んでそして聞いていきたいと思います。 よろしいでしょうかそれでは共に読んでいきましょう。3はい「ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい」そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れているにしても私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち 心を合わせて福音の信仰のために共に戦っておりどんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのだとこのことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。こここれはは神にによるるととでですつまりあななた方にはキリストを信じることだけでなく キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いをかつてみ、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたが私たちに必要な御言葉を与えてくださっていると信じます。 どうぞ私たちが頭で理解したことを心で受け止めそして手の技で表すことができますようにこの時をどうぞ祝福し用いてくださいますようにキリストイエスの皆によってお祈りいたしますアーメンはい。それでは引き続きピリピリというの手紙をですね共に学んでいきましょうピリピリというの手紙皆さんと何度か学んでいますけれども一番大事なポイントは何でしたっけ一番大事なテーマは何かというと 主にあって喜ぶありがとうございます。主にあって喜ぶですね。でこの主にあって喜ぶと言ってるのは誰ですか。じゃあピリピビトへの手紙を書いたのはシトパウロですよね。シトパウロっていうのはあなた方は喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいってこのピリピとのピリピビというの手紙の中で喜びなさいということを強調したんですけれども、そしてパウロ自身は最も喜んだ人ですね。 しかしそれと同時に彼は最もも苦ししんだ人でもありました前回のメッセージで見たのは彼はどどれほど苦しんだのかということでしたね彼は罵られ虐待され鞭で打たれ石でぶたれそして川の難海の難兄弟たちに裏切られそして世のお前は世のゴミだってゴミ扱いされてたってパウ,ルパウル自身が言ってるんですね。 それほど辛い状況に彼はありました実際にこのピリピリの手紙をどこから書いているかというとパウロはローマ今逮捕されて裁判を待っている状態ですので彼はローマの牢獄の中からこの手紙を書いていますこの間僕はローマに行ってきましたけれどもローマでパウロとペテロは殉教するわけですね彼らが殉教する前に入っていたとされる牢獄を見てきました まあこの手紙を書いた牢獄とは多分別のところだと思いますけれどもしかしどれほど過酷な状況にパウロがいたのかなということを肌で感じることができたんですねその牢獄はローマの皇帝の住んでいるですね近くですねコロシウムっていうのがあるんですけどコロシウムがあってそしてローマの皇帝が住んでいた宮殿みたいなのがあってその中間ぐらいにあそのまあ中間じゃないですねえ宮殿のちょっとここにあるんですね。その中に行くと地下で ひんやりしていて薄暗くてそして石ですからゴツゴツしていてそのような中でパウロ自身は自分が処刑されることを待っていたんですねもう自分が殺されるということを分かっていてそれほどに彼は苦しんだしかし彼ほど苦しんだ人もいなかったと同時に彼ほど喜んだ人もいなかったんですね。それはなぜかというとなぜそのような苦しみの中で喜ぶことができたかというとそれはパウロはしっかりとした土台を持っていたからです その土台とは何だったんでしょうか。その土台とはイエス・キリストだった。イエス・スキリストというしっかりとした土台があったからこそどんな状況にあってもパウロは喜ぶことができたと言ってるんですねイエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることのないお方どんな状況にあったとしてもこのイエス・キリストを土台とするならば喜ぶことができる彼は宣言していますですから「主にあって喜ぶ」っていうこのテーマですけれども「 大事なのはこの主にあってとっていうところだと思いますね。主にあって。というのは私たちはいろんなことについて喜ぶことができるからですね。でそれは決して悪いことではありません、えーで。私たちは普通ですね、良いことがあったら喜ぶ。当たり前ですよね、良いことがあれば喜ぶ。悪いことがあったら残念だなって思ったり、悲しんだり、もしくは怒りを持ったりします。えー、それは私たちの こののの喜び土土台、台人生の土台がですね私たちの願望であったりとかまた私たち自身である時にそういうようなことが起こるわけですね。なぜならば私たちの人生というのは土台と一緒に上がり下がりり下すするからです私たちは人生の土台としているものが上がれば私たちの人生も上がる。土台が下がれば私たちも下がる。土台が壊れれば私たちも壊れるんですね。ですから中西先生私は今喜んでいます。 あそ何で,で喜んでるんですか私は今おいしいものが食べ,て食べれてとても嬉しいんですって言ったら僕は「ああそうですかよかったですね」喜びます僕の「ああ喜び嬉しいな」と思うことは何かというとそれは日本に行って温泉に入る時ですね温泉に入ると「ああ嬉しい幸せ」ってなるんですよえ僕の妻はですね長野県出身で妻の実家に行くとですね周りに温泉がいっぱいあるんですよで毎日のように温泉に入ることができます ああ妻と結婚してよかったなあ、まあ、温泉のためにそう言ってるんじゃないんですけどそれも、まあ、素晴らしい特典としてですね、えー、妻,の妻とこの妻と結婚した素晴らしい特典温泉がついてきた喜びですねああ温泉があってよかった、えー、健康でよかったなって喜ぶああ自分の子供はこんなに可愛くて、えー、いい子に育ってよかったなって喜ぶそういう喜びってありますよねそしてそれを喜ぶことは悪いことではありませんいいこと。 神様をそれれでで神神様様に感謝し、を賛美すすばいいんですね、その喜びを持ってしかしそれを逆に捉えると何かっていうとじゃあ僕にとって温泉が入れなかったらそれは悲しいことなんでしょうかまあちょっと悲しいですね健康が失われたら悲しむんでしょうかちょっと悲しみますね自分の願いが叶わなかったら悲しむんでしょうか悲しみますそして私たち人生のこの旅路の中でいつかは私たちはこういうものを失いますお金であったり 家であったり健康であったりいいつかは失いますねそして私たちはいつかは自分の命も失いますそれでもなぜ喜ぶことができるんでしょうか主にあってそれは主は確かかな土台だからですねどんなことがあっても揺るがない土台変わることのない土台だからイエス・キリストを土台とすることが喜びの秘訣 私たたちは喜んででいきたいですよねそして死ぬ時にも「ああ私の人生は本当にいい人生だった私はやるべきことをやった走るべき工程を全て走りきった」と言って死にたいじゃないですか。それをすするために必要なことはイエス・スキリストですそして多くの場合私たちは人生の試練に遭うときにこのことをもう一度考えるんですよね。健康の 試練、経済的な試練人間関係の試練さまざまな試練がありますけれどもその試練に出会うときに私の土台って何なんだっけって考える機会が与えられますそうだ私の土台はイエスキリストなんだそのことを確認していきましょう前回のメッセージでも見ていきましたけれどもこの詩を紹介しました水野源蔵さん水野源蔵さんの詩をですねとてもまあ感動を覚えて僕は読むんですけれども彼はですね 長野県出身で、9歳の時に、えー、高熱を出して、えー、脳にですね、えー、脳性麻痺というふうになってしまって、体を動かすことができない寝たきり、喋、えー、ることもできないもちろん書くこともできない、動くのは目だけ、そして耳も聞こえ耳が聞こえて目が見えるだけだったそうですね。で彼はこのような状態になってしまって、12歳か13歳の時に母親が持ってきた聖書を読んで。 そそしてその聖書を読み始め信仰に入るんですねクリスチャンになったそして18歳の頃から彼は詩を書き始めますどのようにして詩を書くんでしょうか手も動かないのに口も聞けないのにそれは母親がです、ね、こうやって字を見せるんですって五十音書いたそしてこうやって指をこうやって触った時に瞬きをしてああそ,その字あ今この字って瞬きで母親に知らせてそして文章を作ることができるだから水野さんは瞬きの詩人というふうに言われています 瞬きの詩人どれほどの苦しみがあったでしょうかどれほどの悲しみがあったでしょうか、えー、今でもですねこの水野源蔵さんの詩を多くの人は読んでいるんですけれどもこの水野源蔵さんの詩の特徴は何かというと喜びなんですよ驚くべきことに喜び見てみましょうキリストを知るためだと分かりました病に倒れたその時には涙流して悲しんだが 霊の病癒やしたもをキリストを知るためだと分かり喜びと感謝に変わりました。ともに背かれたその時には夜も眠れずに恨んだがとはに変わらないともなるキリストを知るためだと分かり喜びと感謝に変わりました。過ちを犯したその時には心を乱して悔しいんだがすべてを叔償いたもキリストを知るためだと分かり 喜びと感謝に変わりました喜びと感謝そしてなぜそれができたかというと土台にはイエス・キリストを知るイエス・キリストがあったからですね素晴らしいですねイエス・キリストそれでは今日の御言葉のところに目を向けたいと思うんですけれどもイエス・キリストを土台として喜ぶということをパウロは強調してきていますね えー、自分は、えー、生きることはキリストであり死ぬことも利益であると、えー、語りました、えー、今日の27節では、えー、何がポイントかというと、えー、これですねキリストの福音にふさわしい生活27章では、まあ、私たちの今読んだ聖書箇所ではひたすらっていうふうに訳されていますけれども新共同訳ではひたすら、えー、他の訳を見るとですねただ これだけこれだけを求めなさいということを書いています。それがキリストの福音にふさわしい生活という言葉で表されていますで今までですねこのパウロはちょっと内面的なことを語ってたような感じなんですよね喜び信仰しかし突然今度生活の話をし始めるんです。 ちょっっとこの大転換にびっくりするかもしれませんなんで突然パウロは生活の話をするんでしょうか内面的なことじゃないんでしょうか私たちの信仰生活はどうでしょうか内面的なことじゃないんですか生活って大事なんですかと考えると私たちの生活っていうのはとても大事なんですね。どのように私たちが振る舞うかどのような言葉を話すか。なぜかというと私たちのうちにある信仰というのは また私たちの内にあるこの喜びっていうのは必ず外に現れるからです。内側ににあるるものが外に現れるんですねイエス様は言いましたよね私たちの心からこの外から私たちを汚すんではない。しかし私たちの内側から出てくるものが私たちを汚すんだって語りましたけれどもそれは私たちの内側がまずあってそれが私たちの外側に現れるっていうことですね。 じゃあどのように私たちのこの生活に現れていくかというと大体いくつかの部分を見れば分かるんですね。どのように私たちは時間を使っていますかそしてどのように私たちはお金を使っていますか大体この2つを見ると私たちの内側に何があるかが分かります。なぜ時間とお金かというとそれは私たちの理解では お金とか時間っていうのは私たちの命に関わることからですね何に私たちは命を使っているでしょうかでここで間違えてはいけないのは、えー、これ大事なことですね間違えてはいけないこと何かというとそれは、えー、ふさわしい生活、いい生活、清い生活をすればキリストの福音にふさわしくなりますって言ってるのではありませんここ重要なポイントですね 清らかな行いをすれば福音に預かることができるとパウロは言っていません。むしろ逆ですね。福音とは何かというとそれは私たちが罪人であったときに私たちが神を神とあがめず神に背中を向けているときにもうすでに神は私たちを愛していた。 もうすでにに神の方から私たたちに手を差し伸べていていくれたそしてそのような中で神様はイエス・キリストミコイエス・キリストをこの地上に送りイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって最もむごたらしい死である十字架の死を受けてくださった私たちを許すためにそして私たちに愛を示すためにこれが福音ですよね。私たちが素晴らしいことをしたから救われたんではありません。 私たちがいい生活をし、清いことをするから私たちは福音に預かれるのではありません。良い行いや良い生活というのは福音の条件ではありません。条件ではなくて結果です。結果。えー、イギリスにですね、あるお姫様がいたそうです。十歳ぐらいの。イギリスっていうのは王国ですもんね。えー、そして彼女はまあ十歳ですから多分。 お姫様ですから大きなお城に住んでいて多分ドレスとか着てですね周りにお手伝いさんとかがいっぱいいたんでしょうで彼女はそのお手伝いさんにこう聞いたそうです「将来私がこの国の王妃になるって本当?」本当にに私が将来ここのののの王王国国を受け継いでこの国の女王になるのって聞いたそうですねまあ今の自分を見たらそんなこと信じられないですよねだって10歳の女の子何の力もない何もできない 本当に私はこの国の王様、女王になるのってそしたら周りの人たちはそうなんですよあなたは将来本当に女王になるって約束されてるんですよってそしたらその女の子はこう言ったそうですじゃあ今からその女王にふさわしい生活をしなくちゃいけないわねって言ったって言うんですね私たちがこの福音にふさわしい生活をするっていうのはそれに似ています私たちはもうすでにこの福音の素晴らしい 希望をいいいただいています。私たちは「主イエス・キリストともに永遠に神の国を治める神の国を受け継ぐものとされているんですね」今の自分たちを見たらそれは信じられないかもしれません。間違いを犯し罪を犯しさまざまな、えー、良くないことをしたりとか、えー、そんな本当に私がこんなイエス様と永遠の命を一緒に過ごせるなんて本当かなって思うかもしれません。 自自分自身を見たらしかし福音とは何かというとそのような私たちを神様はもう救ってくださっている愛してくださっているということがそれが約束ですよねですからその素晴らしい福音にふさわしいその素晴らしい福音の結果であるふさわしい生活をしましょうというのがこのパウロに言っているポイントですね。いいでですかここまで ふさわしい生活というのは福音にふさわしい生活というのは福音の条件ではなくて福音の結果です。福音の結果またここでパウロはこのようには言っていません。キリストの福音にふさわしい礼拝をしなさいとかキリストの福音にふさわしいお祈りをしなさいとかキリストの福音にふさわしい献金をしなさいって言ってないですねパウロは。なんて言ってるかというとキリストの 福音にふさわししい生活をしなさいな,です、ね、なぜかというと生活という言葉は私たちのすること全てが含まれるからです赤ちゃんにおっぱいをあげる赤ちゃんの、えー、この、えー、なんていうのさっき「ダイアプル」おむつ <laughs> おむつを変えるまた仕事をすること勉強をすることですねスポーツ観戦をすること、えー、テレビや YouTube を見ることまた何かを食べるおいしいものを食べたり何を飲むか温泉に入ることお風呂に入ったりまた寝ること遊ぶことこれも全部生活ですよね。クリスチャンの生活っていうのは日曜日だけではありません。そうではなくて毎日が 私たちのクリスチャンの歩み、信仰の歩みですよね。毎日、毎分、毎秒がそうです。生活っていうのはそういうことです。ね。ただ日曜日だけ教会に来る、それも大事な面はたくさんあるんだけれども、パウロが言っていることはその生活のすべてなんですよということですね。それでは最後にこのキリストの福音にふさわしい生活のより詳細を見ていきましょうか。 1つ目は何かというとキリストの福音にふさわしい生活とは一つの例によって心を合わせてということそしてもう一つは、えー、そこには戦いや苦しみがあるんだよということをパウロは言っていますまず1つ目のポイントですね一つの霊によって心を合わせるということ、えー、このパウロが言っていることは「あなたがた」っていう言葉を使っていますねこれは えー、複数形ですね複数形一人の人に語っているんじゃなくてみんなに語っているわけですで教会の特徴は何かというとまたこのフィリピンの教会ももちろんそうでしたけれどもそれはあなた方という複数の人々が集まっているグループもしくは共同体であるということです一人の人だけではない共同体、えー、だからこそまずまあ 一つになるってことはそういうことですよね。たくさんいるから一つになるわけですね。複数の人が一つの共同体となること。ですからですね、このように私たちは今日曜日この教会に来て礼拝をしていますけれども、それはとても大事なことですね。この礼拝を守るというのは大事なこと。えー、礼拝には二つの種類があります。二種類の礼拝があります。一つの礼拝は私の礼拝。もう一つの礼拝は 私たちの礼拝ですね私の礼拝と私たちの礼拝、えー、先ほど生活全てが大事なんだよっていう話をしました仕事をすることお風呂に入ること寝ること、えー、また日々の生活の歩みそれは多くの場合は私たち一人の礼拝ですね仕事を通して礼拝する勉強を通して礼拝するお風呂をは入ることを通して礼拝する祈るそれは多くの場合一人での礼拝です そそしててれはとても大事一人で祈る一人で聖書を読むしかしもう一つ大事なことは何かというとそれは私たちの礼拝ですねそれは今私たちがこれを知っていることです日曜日に共に集まって礼拝をする、えーまあ、先ほどここでですねお祈りするときにちょっとお話ししたんですけれどもこの日本語礼拝ちょっと久しぶりですよねなぜかというと先週は えー、教会全体礼拝だったそしてその前は、えー、リトリートがあったので、えー、2週間ぶりの日本語礼拝なんですよで僕は今日このです、ね、礼拝堂に入ってきて皆さんの顔を見てですねやっぱり心がウキウキしましたよねああしいなここで日本語で礼拝で、えー、日本語礼拝ができてみんなと礼拝ができて本当に嬉しいなと思いました、えー、皆さんもなんかそういうことありませんかなんかこの「ああちょっと今日は心が落ち込んでるな」とか、えー「ちょっと今日教会行きたくないな」とか そう思った時にでも教会に行ってみるとみんなの顔が見れてああ励まされるああ嬉しいって喜びがあふれてくるってことありませんかなぜかというと私たちはやっぱり一人だけでいるとだん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 とですね冷めていくというかですね落ち込んでいく傾向にあるんですよね。僕はあのバーベキューするのが好きなんですよまあ最近ちょっとできないんですけどでも夏はですね毎週のようにバーベキューしたいんですね。バーベキューするときにあの炭があるじゃないですか。 黒い炭が炭1個だけ赤く燃えててもこっちに1つだけ置いておくとすぐに火が消えてしまいます燃え尽きてしまいますしかしたくさんの炭をこうやって集めて置いておくとずーっと長続きするんですよねしかも温度が高く保たれますそれと同じように私たちは1人でいるとどんどん冷めていってしまったり落ち込んでいったりしやすいですね また一人でいる時私たちは喜びというものがどん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 減っていってしまう傾向にあるということを何度かお話し,しました皆さんに喜びを持続させるためにはどうしたらいいんでしょうか喜びを持続させるためには私たちはその喜びを共有する必要があるんだよということを学びましたそれと同じように私たちも信仰を保つために私たちの信仰が燃えているためには何をしたらいいんでしょうかそれは私たちは一緒にいる必要があるんですね。共にいいるという時私たちは燃やされ 励まされまます。またそれはこの日曜日の礼拝だけではなくスモーールルグループもそうですよね。皆さんの中でスモールグループに入ったことのある方、えー、聖書を読む会だったり、えー、ジョイフルホープフル、えー、また、えー、天外内多くの方がそのようなことに入ったことがあると思います。なぜそのようなことをするかというと私たちはお互いに共にいる時に励まされるからですねそのような必要があるからです。そしててつの礼によって と書いてありますけれどもそれは私たちはただ単に集まればいいってもんじゃないですよね実は一つになるっていうことは、えー、やろうと思えばいくらでもいろんな方法でできるんですね、えー、例えば何かの、えー、政治的なプロパガンダにあって、えー、一致するとかもしくは、えー、本当はあんまり仲良くないんだけれども共通の敵を作ると何か知らないけど仲良くなって一致するとか ありますよね、そういうことが。えー、またですね、えー、過去の傷、同じような過去の傷を持っている人と一致するとか。いろんな共通点さえ見つければ、なんか一致できるような気がしてきます。しかしこれ何を言ってるかというと、一つの例によって、どこで一致するかが大事なんですよね。ただ一致するだけじゃなくて、何で一致するんですかっていうのが大事。何で一致するんでしょうか。それは、生理にあって一致すること。 聖霊とは何かというとイエス・キリストの例ですねピリピリという手紙を読んでいくとまたパウロの手紙を読んでいくと繰り返し出てくる言葉は In Christ という言葉ですね In Christ キリストにあって私たちはどこで一致するんでしょうかキリストにあって一致しますなぜかというとイエス・キリストだけが確固たる土台だからイエス・キリストだけが 昨日も今日もそして永遠に変わることのないお方だからそこに私たちは一応していくわけですねそして第2のポイントはこのキリストの福音にふさわしい生活というのは戦いがあり苦しみがあるということです皆さんどう思いますか戦いがある苦しみがあるってびっくりした方いますか,なんかキリストの ふさわしい福音にふさわしい生活ってなんかお花畑をですねこうやって歩いてわーって楽しいようなイメージですか聖書のお話ははそうででないんですね今のこの世にあってイエス・キリストの福音にふさわしい生活というのはそれは戦いがあるということ苦しみがあること戦いや苦しみがあるっていうことは敵がいるっていうことですよねじゃあ敵って誰なんでしょうか何なんでしょうか何と戦ってるんでしょうか いくつかこのパウロが語っている敵とは何なのかというのを見ていきます、はい。これは全部「ピリピリ」というの手紙の中で書かれていることですね。1章28節では反対者たち今日の見言葉の中で出てきます反対者たちそして彼らは滅びるものであるというふうに書いてあります。またこれは来週再来週ぐらいに見ること,ところですけれども2章15節この「横島な曲がった時代」。 そして三章十八節ではキリストの十字架に敵対して歩んでいるものというものがあるそして私たち福音に預かったものはこのような者たちに敵対して戦って歩んでいるんだ実際にパウロはそうですよねこのような者たちに戦いそしてさまざまな難を受けそして今牢屋に入ってそして殉教をしようとしています。 驚くべきことは何かというと、えー、今日の見言葉ばの中でパウロが言っている言葉二29節、えー、一緒に読んでみましょうか29節ちょっと戻ってはいここですね3はいつまりあなた方にはキリストを信じることだけではなくキリストのために苦しむことも 恵みとしてて与えられているのですなんと驚くべきことに苦しむことが恵みだって言うんですよパウロ皆さん信じられます苦しむことが恵みってどういうことなんでしょうか聖書の語る福音というのは逆説です逆説マルコの福音書を皆さんと学んだ時もですねこの逆説がたくさん出てきましたイエス・スキリストは 下に登ったんですね下に登るイエス・キリストは十字架にかかる十字架っていうのはその当時最も過酷な最も悲惨な残虐な死刑の方法です世界的なこの世,の世的な価値観で言ったら最も下ですよねイエス・キリストは最も下にいったしかし神はイエス・キリストを復活させられた。 そして、えー、主の主王の王であることを証明したすべての栄光をイエス・キリストに与えた下に行くことによって神に信頼して下に行くことによって神の力によって上に上った人なんですイエス・キリストは最も多くの苦しみを受けそして恵みとして与えられた実はまあ来週このことを詳しく話します二章の初めの部分ですねイエス・キリストはへりだりちょっと言いましょうか イエス・キリストは6節2章6節キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わずかえって自分を無にしてしもべの身分となり人間と同じようなものとなられました人間の姿で現れへり下って死に至るまでそれも十字架の死に至るまで従順でした一番下に下ったんですねイエス・キリストは。しかし9節このため 神はキリストを高く上げあらゆる名に勝る名をお与えになりましたイエス・キリストは下に登ったんですね来週詳しくこのことを見ていきましょうイエス・キリストのために苦しむことは恵みですなぜならばイエス・キリストのために苦しむということはイエス・キリストと共に苦しむということだから苦しむ時に共にイエス・キリストがいるということ 私たちは経験しそこに私たちは恵みを得ることができるのですお祈りします愛する天のお父様、ま、この素晴らしい福音を感謝します私たちは罪を犯し神から離れ神を神と認めようともせず自分の道を歩んでいましたあなたがそのような私たちを愛しイエス・キリストを っっててくくだだささりあなたたののその愛をを示ししことを感謝しますイエス・キリストを信じる信仰によって私たちは救われるそのような素晴らしい福音を感謝します私たち自身を見るならば私たちは福音にふさわしいものではありませんしかしあなたがそのように愛してくださっていますから私たちが のイエス・キリストの福音の素晴らしさに目を向けそれにふさわしく生活することをどうぞ助け導いてくださいイエス・キリストだけが私たちの人生の土台ですかっこたる土台決して揺るがされることのない土台私たちの人生にはさまざまな戦いがあります苦しみがあります主をどうぞ私たちはその時にもう一度主イエス・キリストに目を向け イエス・キリストの上に固く立つことができますようにそして苦しみの中で共にいてくださる共に苦しんでくださるイエス・キリストの上に慰めを覚え恵みをいただくことができますように主イエス・キリストを感謝しますイエス様の皆によってお祈りいたしますああね。 それでは献金を通して引き続き死を礼拝しましょう。